ニュースストピックスです石川県内で今年8月1日までに熱中症の疑いで搬送された人の数が前の年の同じ時期と比べて2枚以上に増えたたことが分かりましたコロナ禍で迎える2年目の夏は厳しい暑さに加え外出自粛により自宅で過ごす時間が増え住居で症状を訴えた人の割合も高まっています。今回はこの話題について 社会部の村屋記者に聞きます。村屋さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。七月は暑い日が多かったように感じますね。本当にそうですね。はい、えー、それは金沢地方気象台のデータからもわかります。<っ>今年七月に金沢市で最高気温が三十度以上の真夏日となった日は二十二日間あり、二千年以降で四番目に多かったとのことです。はい、今年八月の平均気温は 8日時点で30度で昨年8月の28.9度を上回っていました県内では今年8月1日までに333人が熱中症の疑いで搬送されました昨年は同じ時期に143人が搬送されていて2倍以上に増えていますそうですか、まあ、コロナ禍では生活習慣が変わって熱中症が発生する状況も変わっているようですねはい今年熱中症が発生した場所を見ますと 住居が5割近い150人で最も多く、グラウンドなどの屋外施設が48人、路上が43人し、仕事場が39人と続いています。はい、住居からの搬送比率は年々上昇しています。新型コロナの感染拡大による巣ごもりの影響が伺えます。金沢市内では今年8月5日時点で前年同期比50人増の99人が熱中症となっ搬送されました。はい このうち3割を超える34人が屋内で体調を崩したそうです。そうなんですね。まコロナ禍の熱中症対策で気をつけることはどういったことですか。はい。やはり熱中症と感染防止対策を両立することが大切となります。厚生労働省は窓を開けるなど空気の入れ替えが必須だとしていて、県の担当者も屋外では間隔を2メートル以上開けるなどの対策をした上で、マスクを適宜外すなどをしてほしいと、 話していましたそうですか金沢で学院大の平井敦夫名誉教授によりますと人の体は暑さに慣れ熱を外に逃がしやすくする仕組みがありますただ在宅時間が増えると気温の変化に鈍感となり体が対応できできなくなるそうです 過ごしやすい日は散歩をしたり草むしりをしたりと適度に汗を流すことが大切だと指摘していましたはい、まだまだ暑い日続きそうですから体調管理万全にしたいですねそうですね今回は社会部の室明記者でしたありがとうございましたありがとうございました